山形は中華人民共和国安気象宿州市に位置する県。果物などの農業生産が中心。安気象の最北部に位置し、チャンスー省、山東省、河南省が交わる位置にある。域内はすべて高純平原に属する平野である。民族構成は多数派の漢族と少数派の海賊、その他多数の少数民族からなる。海賊は人口の中では少数派だが、 政治、経済、社会などの分野で少なからぬ影響を持つ。海賊は山形城の南関地区や早々鎮の海民巨僧などに集まって住む。1990年代には3県内で民族間の回答が多発した。1998年には海民巨僧で起こった海賊と漢族の回答が全県規模に拡大し、 武器を持って集まった海賊と村に土のうなどを積んで、立てこもる漢族との間で激しい戦いとなり、警察が介入する事態となった。真の始皇帝二26年、軍権制が施行され、軍と県が置かれた。県城の盗難に山があったことにちなむ。漢の高祖5年、軍は廃止され、県は両国に属することになった。真の国元年、県は不に改められたが、 五冠の光武帝が、剣の名に戻した。三国時代には義は、両国を廃止、徐州に属したが、精神の大使元年に、張国が復活し、剣は下遊剣に属するようになった。北魏の高政二年には、軍と剣が復活し、北西の天保六年には、軍も剣も廃止され、安陽剣が置かれた。隋の海王十八年、安陽剣は、山形に改められ、 水王軍の下に置かれた。東末には、総州に、光か2年には、輝き州に属し、江東には丹州に属した。金の協定元年には、三は、既得府の管轄下に置かれ、協定4年には、長条件が英州に昇格資産を管轄下に置いた。元の資源2年には英州は、再び長条件に降格し、山形は、全保険に編入されたが翌年には、 山形が復活し、最年路の管轄下となった。民の後部8年、山形は、助手に属した。1912年、中華民国成立後は、チャンス省、女街道、後に、チャンスー行政、ただし札同山区、さらに、チャンス省行政、ただし札大旧区の所轄となった。百四十九年、中華人民共和国成立後は、小級や、宿県 女州などの間を転々とし、チャンス省などへ移管されたが1955年、以来安徽省に属するようになった。2000年4月、宿建築は廃止され宿収支となり、山形も宿収支に属するようになった。鉄道道路、ありがとうございます。